最近楽天球団が揺れています。11月24日複数の選手たちがセットアッパーの安楽智博27から受けたとされるパワーハラスメントの告発が明るみに出ました。安楽のパワハラ行為は深刻で、その対応に球団は大きなプレッシャーを感じています。11月25日森井製紙球団社長が報道陣に向けて謝罪の言葉を述べ、ファンの方にご心配と不安を与えてしまい申し訳ございませんとコメントしました。安楽の契約更改交渉は無期限延期となり、12月1日に公示される契約保留選手名簿から外れれば実質的な自由契約となる見通しです。安楽自身は現在自宅待機中とのことです。この騒動に伴い、球団は安楽がファンからの質問に答える YouTube チャンネル教えて安楽先生を削除するなど対応に追われています。さらに監督、コーチ、選手らに対して安楽からのパワハラ被害の有無や目撃証言などを求めるアンケート調査を行うことも明らかになりました。結果次第では球団は一層の対応を迫られる可能性があります。報道によれば安楽のパワハラは非常に深刻で、以下のような嫌がらせや暴力が明らかになっています。ロッカールームで選手に倒立しろと命じ、ズボンや下着を脱がせて下半身を露出させ、靴下をかぶせるなどの行為、食事を断ったり電話に出ない選手に対して、だからお前はダメなんだバカアホなどの罵声、罰金と称して金銭を選手に強要、過去に在籍した選手を春のキャンプで平手打ちにし、その選手が鞭打ちの症状を訴えるなど、これらの報道により安楽はパワハラ問題の渦中となり、球団に対してご迷惑をおかけしていますと反省の意を示しています。安楽の行動は明らかにコンプライアンスの重大な違反であり、厳しい処分が下される可能性が高まっています。安楽が今回の騒動で注目を集めたのは初めてではありません。かつて在籍していた済美高校でも安楽が主将だった2014年8月に大きな騒動がありました。当時同校野球部の2年生が1年生に対し、カメムシ食えよと口の中に昆虫を入れるなどのいじめが発覚し、被害者は19人にも上りました。安楽は当事者ではありませんでしたが、影響は大きく、甲子園で準優勝に導いた投手でありながら U18 アジア選手権の高校日本代表には選出されなかったとのことです。現在の騒動を受け、球団は厳正な調査を行い、適切な処分を決定する必要があります。安楽にとってはこれまでの行動が大きく影響しているようであり、コンプライアンスの観点からも非常に深刻な問題となっています。